さあ、本日のハイライトです。さあ、本日のハイライト、徳島エディゴソックス先発は久しぶりの先発でした杉本。初回を三者凡退に抑えます。先頭バッター森本三振、2番バッター2位はセカンドゴロ、3番田代はセカンドフライと、しっかりと立ち上がり良かったですね。はい、はい、良かったですね。ナイスピッチでした、はい、そして1回の裏、柏木フォアボールから柏木、増田もフォアボールでダブルスチール。その後チャンスを作って古本だったんですが、ここはレフトフライ、チャンスを生かせませんでした。3回の表、天野ツーベース、はい、ナイスバッティングでしたね、これね、うん、ちょっと角井ヒョンジンかの追い方もちょっとあれでしたね、課題が残りそうな感じでしたね、これはね。そうですね、はい、そして三塁になったところで長峰ファーストゴロの間に香川1点を先制しました。まあもうしょうがなかったです、これは。ナイスバッティング、もうナイスバッティング。そして4回の表、この回から登板したインディゴソックス宮沢、今日は最速150ですかね、を武器に、うん、はい、先頭田代を空振り三振、そしてランナーを背負ってからこの北村のセカンド送球、ナイスボール、タッチアウトでこの回無失点、ナイスでしたね。そして5回の裏、インディゴソックスバッテリー、そうですね、ここ、はい、キャッチャーの送球ミスの間に森田が生還して、はい、同点に追いつきます。そして満塁のチャンスを作って今日のヒーロー井上ーホームラン、ね、いや第14号ホームラン、ナイスバッティング。これで打点はまあまあほぼ固いかなっていう位置には来ましたね、はい、打点とホームランの2冠は確定しそうな感じ、打率はちょっと3で選手したいというところですね。そして6回、この回から登板した斉藤投手、さあ、成瀬選手を三振に抑え、三者凡退に抑えます。ナイスピッチング。そして最終回、藤原投手が登板して、沖合選手を、はい、空振り三振に抑えて、5対1、インディゴソックスがリードして、本日のゲームを締めました。